タリストの壁を強化する。わ、グレネードだとね、一発でぶっ壊れるんで、グレー置いてね、破壊しようと思ったら、ちょうどカタリストくんが出てきてくれたんで、しゃぶります。パスファインダーがカバーに来ちゃったんで、いや、まずいまずいまずいってことでね、すぐに刻印に入ってますね。あの矢場橋なんか連射速度速くてボルトついてそうでめちゃ強そうだったんで、おとなしく帰ってます。このゲームの音は全く信用できないんでね、リロード中周りキョロキョロ見渡してたんですけど、気がついたらいつの間にか後ろにパスファインダーがいましたね。本当にホラーかなって思いました。アンガロールは大砲なんですけど、ギャルなんで、多分アクサセラリの音をジャラジャラさせたんでね、こっちから来るっていうの分かってたんで、しゃぶったんですけど、保護者のバリオジがね、怒りの21歳拳でウルトを使ったんで、いやー怖すぎるーってことでね、すぐに引いてますね。で、見つけたんでスーパーグライドで突っ込んでます。とりあえず何も考えてなかったですね。この熱くなるやつさ、マジで、あちゃちゃちゃっていうモーションいらないよね。消してくれよ。